2015年7月、英国国教会はナイジェリア人司教ジョザヤ・アトキンス・アイドゥ・フーアン・ゲイカを事務総長にすることに決めました。アフリカ大陸出身の司教がこのポストに就いたのは初めてのことです。ジュスティン・ウィルビーというカンタベリー大司教を補佐するのが彼の任務です。それは世界中で8500万人で構成されている英国国教会における38教会の間の統一を守ることです。私たちは彼が住んでいるロンドンで出会いました。そして今月のネットフォーゴッドのすべてのプログラムを彼とのインタビューに当てることにしました。これは私たちに今日特別に敏感な問題を想起させました。イスラムとの関係と英国公教会の統一についてです。対話の人となるようにという彼の呼びかけは違いをはっきりさせました。それは彼がナイジェリアで若い時にイスラムが大部分の中でキリスト教徒として生きた経験に基づいています。 I come from the northern parts of Nigeria, and 私はナイジェリア北部出身で、物心がつき始めた小学校以来、常にイスラムの人々と共に生活をしていました。彼らと一緒に学校へ行き、何でも一緒に行動しました。ザリアの士官学校に入った時もまた、キリスト教徒、イスラム教徒、両親がキリスト教徒でもイスラム教徒でもない少年たちも一緒に学びました。司祭に任命された後、彼は神学を学びに英国へ来ました。まずはじめにダーラムの大学へ行き、そこで聖ヨハネ大学に入学を許可されました。私が勉強するために選んだ科目の一つはイスラム文明でした。振り返ってみて、私は今それが神の摂理であったと信じています。つまり神が私を導き、それは神の計画だったのです。それで私はこの課程を始めました。ダーラム大学では恐怖学が必修の一つで、初期キリスト教の恐怖について学び、いかに教会が神学の重大な対立を得てきたかを学ぶものです。私を魅了したテーマの一つはキリスト論でした。それはいかに初期教会がキリスト論に争い、司教や神学者たちはイエス・キリストの十分な人間性と全くの神性とを説明しようと試みていたために、初期教会からは異端者として見られていたというものです。私のわずかなイスラム教とイスラム文化の基礎知識からのひらめきです。コーランにおけるイエスの描写は、東方正教会が異端としている描写に大変似ているのです。そのことが私の好奇心を刺激し、イスラム学に対する私の興味が始まりました。
それで私は再び祈り、もし神がこの職務を私にお望みならより深く学ぼうと自分に言いました。私は大学の第一課程を修了してすぐにバーミンガムに移りました。それはイスラム教徒の中で彼らとキリスト教徒間の相互理解を成し遂げるという私の職務に向かう巡礼のような最終段階でした。私はイスラム政府またはイスラム国家の中の非イスラム教徒の立場について長めの小論文を書くことにしました。それはアラブの専門用語ではジミと知られています。ズマは単数形で守られた市民です。私はこの小論文を書き授業で発表しなければなりませんでした。私たちは10人ほどで全員修士課程でしたが何人かは博士課程だったと思います。そして私は小論文の発表を始めました。発表を始めて 4,5 分経つと不意に私は続けることができませんでした。それ以上読むこともできません。私は参って泣き始めました。そして私は中断しました。デイビッド・ケール教授はセンター長でした。彼は私を2階に連れて行き、ジョザイアどうしたのですかと尋ねました。私はダビッド、これは私の出来事です。北ナイジェリアのヌペ族で少数派のキリスト教徒、これが私の立場です。そして私は我が一貫したと理解したのです。私はその時キリスト教徒とイスラム教徒が理解し合うことを助成するために祖国に戻ることを神が呼びかけていらっしゃることが分かりました。長い出来事ですが私の巡礼です。こうして私は始めました。それ以来私は常にこの仕事をしました。キリスト教徒とイスラム教徒間の理解の架け橋を作ることです。ジョザヤ司教は1990年にナイジェリアのソコトの司教に受戒され、1998年にはカドゥナの司教になりました。その2年後にこの地域が宗教間の衝突に苦しんだ時、彼のイスラム教の知識とイスラム教徒とのつながりが危機の収束をもたらす助けとなりました。しかし彼の両宗教徒間の対話の偏りは彼自身の教会の中ですら必ずしも理解されませんでした。私は英国国教会の福音主義教祖的ペンテコステ派に属しています。私のイスラム教への関わりと肯定的な見方、そしてキリスト教を考慮しつつこの2つの宗教が同意している肯定的な点について私が関与しているために、私の福音主義の友人の多くは私をもはや福音主義ではないと考えていて、ご覧なさい、彼はもう福音主義ではないのですと言います。それは辛いですが私は変えることはできません。キリスト教徒とイスラム教徒間の和解という職務への私の関与のために、英国国教会の信徒間の和解のために、また私は英国国教会共同体の子であるので、人々は私に関する全ての種類のことを言いました。私は西欧諸国と南の途上国の両方を知っています。私はその両地域で学び働きました。しかし私が得たこれらの知識は私に特定の立場を取ることを禁じます。私の知識は私が正しいと信じることを守るために立ち上がることを自らに課すのです。私たちは同性愛の人々が通っていたナイトクラブで一人の男が49人も殺害したアメリカのオーランドの虐殺の数日後にジョゼア主教に会いました。イスラム国のイスラム教徒、あるいはナイジェリア並びに近隣国におけるボコハラムの仕業によるテロ行為はイスラムに対する恐怖や警戒心をますます導いています。神の名においてどうしてこのような暴力を人は振るうことができるのでしょうか。そして何がこのような暴力に対する打つ手となり得るのでしょうか。
暴力の問題はアブラハムの宗教と呼ばれている3つの宗教、すなわちユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教に固有のものです。なぜならこれらの各宗教は聖なる書を持ち、聖書のいくつかの節の中で、また同じくコーランの中でこのテーマを説明あるいは解説する必要があります。これらの聖なる書においてこの固有のテーマは過激化されうるものであり、暴力に至らせます。それゆえこれら3つの宗教の中には暴力があります。これらの聖書を知っている人たちは私と同感しています。この若者のような一個人、一人の気の狂った人、あるいは中東におけるダエッシュやボコアラムのような一つのグループ、これらの人たちが出現してコーランの中の説を引用し始めています。今日中央アフリカではイスラム教徒たちを殺し虐殺を犯すキリスト教徒たちもいるということを私は言うことができ、それはすべて宗教の名において行われています。イスラム教もキリスト教も暴力を許可していません。それなのに暴力は我々の聖書の中にあるのです。そして私たちはお互いに正直でなくてはありません。私にとって解毒剤はあなたの宗教が教えていることを正しく理解することです。そしてまたあなたの宗教があなたに期待することを実践する参加、その手段を取ることです。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の3つの宗教のうち、敵を愛することを義務付けてそれを命令しているたった一つの宗教はキリスト教の信仰です。ユダヤ教やイスラム教は自分自身を愛するがごとくにあなたの近隣者を愛しなさいという同じ水準です。もしあなたの隣人が敵ならば、聖書は明確で、イエス・キリストは非常に明瞭です。あなた方の敵を愛し、あなたを迫害する者たちのために祈りなさい。ユダヤ教もイスラム教もこのようには教えていません。私たちはそれゆえキリスト教徒として一つの命令を受けた者のようです。キリストが私たちになされた総意を私たちは示さなければなりません。それはあなた方がキリスト教徒として自分でできることではなく、それは与えられたもの、神からの恵みです。私はモハメドあるいはアブドゥラーを愛しますとジョジアが言うのではありません。いいえ、それは私ではなく、私の中の神の存在が、聖霊がこの力を私にくださるのです。それは人間の理解力を超越したものです。しかし、コーランやハディス伝承録がそれを強制しなくても、隣人への愛の問題はハディスの中にもあります。それはイスラム教にもあるということです。それは記述されていないハディスと呼ばれているものの中で、預言者モハメド自身によって述べられた一つのハディスです。私の世界の片隅、ナイジェリア北部で人々はあなた方にこのように言うでしょう。そうです、預言者のハディスは言いました。君の隣人を愛しなさい。そして君の隣人とは、君の家の前の20軒全員、後ろの20軒全員、左側の20軒全員、右側の20軒全員です。イスラム教徒であり、キリスト教徒であり、この範囲にいる人は皆、君の隣人なのです。お分かりのように、これら2つの信仰の集団の間に理解の橋を建設することに参加する者たちのために、これらはポジティブな背景です。
イスラム教とキリスト教の間ではありません。なぜならイスラム教もキリスト教の間にも悪いことはありませんが、イスラム教徒とキリスト教徒の間のことなのです。私たちは実行者です。私たちは福音書が私たちに教えてくれることを実施する人たちなのです。和解の行為、架け橋を作るこの仕事は人々の間で行われます。私はそれを本当に強調したいのです。実際私たちは皆人間です。聖書もコーランも両方とも、私たちはアダムとイブの同じ祖先の子孫であることを明言しています。コーランの中ではそれは非常に明瞭です。ですから人々の共通した人間性の問題は聖書にもコーランにも記載されているのです。しかしコーランはさらに先端を行きこう言っています。あなたたちが白人であることも、私が黒人であることも、私は黒色ではなくむしろチョコレート色ですが、もしくはスーダンから来た人たちは黒人でしょう。それは神がそのように望んだからです。なぜアランは白人でイギリス人であり、私がナイジェリア人、あなたがフランス人なのか、聖書は私たちに語りません。そこで見つかるものはバベルの塔ですが、コーランは私たちが自分たちを知ることを学べるように、神が国々、部族、違った宗教さえも私たちに作られたことには一つの理由があることをはっきりと明言しています。それはコーランの中では明瞭です。私たちが互いに理解し合えるように、神の側では相違が意図的となっています。コーランはこのように言っているのです。ですから教育は必要で、イスラム教では教育が非常に真剣に扱われています。それゆえにボコアラムのような人々は彼らの宗教を本当に理解していないのです。自分自身について研究せずに私を理解することは不可能です。2つのことが絡み合っています。イスラムの学問の中での教育をあなた方が体験するとき、そこにこの必要さを見つけるでしょう。理解する、理解する、理解する、それが問題なのです。アラブの表現ではリタアラフです。神は私たちをそれぞれ違いとお作りになった。なぜでしょうか。リタアラフ、それは私たち各人がお互いを理解できるようにするためです。英国国教会の共同体は有意見と教区会議制が結ぶ権威の構造を持っています。38のメンバー教会が統一を保つために共同体の4つの手段が徐々に応用され、また地方も呼び入れられ、さらに極地のより規模の小さい6つの教会も加わっています。最初の手段はカンタベリーの大主教により実行された霊的リーダーの役割でした。次に基本的に10年ごとにカンタベリーの大主教により召集される主教たちのランベスの会議です。その間にさまざまな地方の主座主教たちの出会いが行われる一方、他方では英国国教尋問会議が主教、執事、一般信徒も含まれて行われます。英国国教はローマの教会とは異なります。ローマカトリック信者はローマカトリック教会について話しますが、英国国教徒信徒が英国国教の教会について話すのをあなた方は決して聞くことはないでしょう。私たちはそれぞれ独立した38の教会の共同体で、もし他の6件を加えれば44です。ですから私たちは教皇を持っていません。私がそれをあなたに言うのは、あなた方が英国国教会のために祈ることの助けとなるからです。
私たちは38の独立した教会を持ち、文化的にも行政的にもそれぞれ独立しています。本来英国国教共同体という表現、私たちが共同体である事実は一つの奇跡ですが、私はそれが大好きです。私たちの聖職を二重に難しくしていることは、私が語ってきた全てのことに関係しています。それはたった一つの意見として述べるために、それぞれ違った38の教会が団結しているのです。もし私たちが教皇を持っていたら、あるいはカンタベリーの大主教が教皇であったら違ったでしょう。その場合は共同体ではなく一つの教会だったでしょう。しかしそれは私たちの本性ではありません。英国国教会は教皇を持たないのです。私たちは統一された共同体を維持する4つの道具、4つの手段を持っています。私の考えでは、根本的なポイントはこれらのどの手段も命令する権威を持っていません。カンタフベリー大主教は特別なカードを持っています。それは所属に関する切り札です。共同体のメンバーになるためには彼と共に共同体にいなければなりません。ですから、もしあなたの教会が承諾されず、あなたが自分は常に英国国教徒であると言い続けるならば、あなたは錯覚の中にいるのです。カンタフベリー大主教が、はい、私はあなたを受け入れますとおっしゃらない限り、あなたは英国国教会信徒ではありません。大主教が持っている唯一の切り札です。同性愛の問題は他のキリスト教の教会と同様に英国国教会でも取り沙汰されています。そしてそれはその団結を呼び明かす大きな緊張の原因です。英国の監督派教会では、同じ性のカップルの結婚について最近投票し、他の教会との対立を始めました。それは特に世界の半分以上の英国国教会が今日存在するアフリカ大陸に対してです。しかし英国国教会共同体との主導ラインは1998年のランベス会議以来変わっていません。結婚は男性と女性の間のみ可能であり、そして同時に同性愛者は受け入れられなければならず、汚点をつけられることはありません。あなた方がこの性のテーマについて考えておられると確信します。私たちは1998年にある決定を下しました。私たちは解決の決定と呼んでいます。ローマカトリック教会の見解と同じように、今日聖書を通して理解していることから、同性の人同士の結婚は認められないという点で意見が一致しました。しかし私たちの息子や娘、メンバーの中にはこのような生き方を選んだ人たちもいることを知っており、私たちは彼らに対して私牧責任を負っています。私たちの共同体は同性愛の人たちの犯罪行為を支えられないことは明白です。それが私たちの教会の立場で、それは変わっておらず、共同体の各支部はそのことによって結束しています。それゆえこれが英国国教会の立場であり、各教会がこの決定と同調していることを世に知らせることが私の仕事です。それでは私たちの問題の根源について考えましょう。まず私の出身地ナイジェリア、またアフリカでの私の共同体での分野から始めましょう。アフリカには私たちの共同体に属する教会があり、また政府が同性愛を犯罪とみなしている国があります。ナイジェリアもそのような国の一つです。それで私は現在のポストに就く以前から、私は共同体に所属していて、私はそれを支えることはできません。
私の共同体の立場、これらの人たちに対して私牧責任を負わなければならないのだから、私はそれを支援することはできませんと言いました。ですから、もし政府が我々は同性愛を犯罪とみなすというなら、私たちの仕事は同性愛に魅力を感じる人たちを助けて、彼らのことを気に留めて、教会が彼らの救済、安らぎに関心を持っていることを知らせることです。それが私の仕事です。政府がそのように決めたのだからそうします、彼らを結婚させますという場所に赴いたときには、事務総長としての職務でこう言います。私は容認しませんと。現在まで私の教会は我々に私牧責任があると言っています。共同体が再度集まってこのことについて変更しない限り、それが私の職務です。それでなければ私がするべき仕事はありません。そして私はこの仕事が大好きなので続けたいし、これは理性的なことだと思います。誰をも無理強いしませんが、みんなが共に生きていくよう励ます仕事です。英国国教会の共同体での事務総長としての私の仕事は、人々が理解しお互いの違いを尊重するよう説明することだと考えています。そしてそれはすでに申し上げたコーランのリターラフ、理解に要約されます。私たちはお互いの違いの中で生きていけるのです。キリスト教徒はさまざまな宗教が共存する中、あるいはますます世俗化していく社会で福音宣教をすることを運命づけられています。この一致と和解の男女となるようにとの呼びかけの中で、どのようにしっかり生きていけばよいのでしょうか。根本的に私の誓願、キリスト教徒としての呼びかけを形成したのは、神によってすべての人が救われるようにという願いです。神は誰もほころびることを望んでおられません。それをキリスト教徒として私は信じています。もちろん私は人々に無理強いはできません。それゆえに私の役割は2つのことをすることです。第一に、御言葉の種が私の中にまかれたと私は信じています。神はキリストを通して従順に生きるよう私は宛てにしておられます。御言葉に従って生きることです。神の光が私に与えられ、神はそれが輝くよう私を当てにしておられます。パウロが話していることはそのことについてです。コリントの信徒への手紙第2の5章にこう述べています。神と和解した私たちに和解のために奉仕する任務をお授けになりました。聖書の訳がそれを見事に述べています。神はすべての人と友達になるよう私たちにその任務を与えられました。和解の最終的な目的はすべての人が神のもとに来られるようにすることで、キリスト教徒である私にとってキリストを通してです。従って福音書に従って生き、光を輝き続けさせることが私の役目です。人々があなたの良き行いを見て、天におられるあなたの御父を賛美するために、あなたの光がすべての人々の前で輝きますように。これこそ和解なのです。しかしここで謙虚にならなくてはなりません。私にとって撒かれた種の例え話の真髄はそこにあります。耕作者は種をまいて家に帰り眠ります。心配しなくてよいのです。マルコは福音書の4章第28節でこう言っています。一人に土はまず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができます。そして耕作者は眠り続けます。収穫の時が来ると彼は外に出て収穫します。しかし種が成長する仕方は私たちの関係すべきことではありません。キリスト教徒観と、あえて言うならイスラム教徒観の問題がそこにあるのです。しかしそれは私たちの問題ではありません。誰であろうと強制するのは私たちの責任ではありません。睡眠を失う理由などありません。
私たちは良き知らせをまき、神が私たちに望んでおられる良い行いをして、結果は神にお預けすることです。しかし神が望んでおられることは、すべての人が救われるということで、私たちはこのことを決して忘れてはなりません。どのように神がなさるのかは、アラウアラムとアラブ人が言うように、神が知っておられます。ですから落ち着きましょう。落ち着きましょう。マタイによる福音書5章16節。あなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためです。主よ、英国国教会の共同体のメンバーである38の教会とそれぞれの総大主教、特にカンタベリー大主教ジュスタン・ウェルビー芸家のために祈ります。彼らが対立しうる違いの中で互いに理解し合い、一つの総体を形成するために教会間の絆を強めてください。私たちの心を開かせ、他人、異なる文化、宗教との出会いに赴く私たちが恐怖を乗り越えていくようお助けください。